青山ザタワーは東京都港区南青山二丁目にある超高層マンションである。積水ハウスと野村不動産によって分譲された。外苑西通りと青山霊園の間の定地に所在し変形した敷地形状を生かし、パブリックガーデンとプライベートガーデンという性格の異なる庭園を設け、総合設計制度を適用し、建てられた共同住宅である。建物は RC 作りの地上23階地下1階建て。坂倉建築研究所が基本設計デザイン監修を担い、積水ハウス、東京マンション事業部及び、竹中工務店東京本店が設計、竹中工務店と枕の JV の施行で2004年6月に、竣工した。総庫数は147個で、各個の住居面積は、 平均94.5平方メートル、最多の間取りは 3LDK。外観は、霊園の緑に調和する、オフホワイトの滑らかな曲面都市、骨太のサッシや、従来型の全周バルコニーをなくすことで、モダンで、シームレスな姿を実現した。コンシェルジュサービスやラウンジ等の共用施設が、設けられているほか、安全面では、玄関とエレベーターホール入り口とに二重の、 オートロック設備が完備されている。このマンションへの居住が報じられた著名人には、酒井のりがいる。なお、近隣には、類似名称の超高層マンション、パークコート青山ザタワーが所在する。ありがとうございます。